お風呂気持ちよかった。さ、楽しみにしてたプリン食べよう。最悪、楽しみにしてたの。絶対お姉ちゃんだ。許せない。ろくながい。ちょっとお姉ちゃん。うわ、何？びっくりさせないでよ。招き忘れて帰るみたいになっちゃったじゃない。私のプリン食べたでしょ。いちいち聞かなくったって食べたかどうかなんてゴミ箱見りゃわかるでしょ。食べてんじゃん。食べました。明日買ってくるから。今日、今、この時に食べたかったの。ああ、もうわかったわよ。じゃあそこに立ってて。もしかして私のために消化せずにいてくれた？だとしたらちょっと優しいかも。あ、そうこう考えてたら